れこれを使ってる人と使ってない人で大きな差が出るのは当たり前です。今や例えば14万円手取りで稼ごうと思ったらすごい簡単です。例えば動画編集のスキル大したことないです。これ今スマホでもできます。例えば僕がアドベンチャーレースとか沢登りとかそういったまあ何時間もかかるエクストリームなレースに出てそれ全部 GoPro で撮ってたりとかするんですけど、 GoPro の自動編集機能まあまあ使えるんですけど、やっぱりちゃんと編集してまあ5分ぐらいの動画にまとめて一緒にレースに出た人たちと共有したいとか思うじゃないですか。これを例えばクラウドワークスとかに頼むと4万円とかでやってくれるとこあるんです。で5人で4万円分け合ってやれば安いじゃないですか。8000円とかで編集してくれるわけですよ。そしたらみんなで8000円出し合ってかっこいいビデオ作ってもらいたいよねって言って発注するとちゃんとやってくれるんです。でも何時間かかけてその人はまあ4万円とかもらえれば1ヶ月に5本やったらもうそれだけで手取り多分14万円超えますよ。動画編集のスキルって大したことないです。なんかみんなそんなのできっこないみたいに思ってるけど、今オンラインで教材ありますから、昔みたいにこれ難しくもないし、ノウハウは全部 YouTube でタダで見れるんで、動画編集のノウハウなんかそれで覚えればいいんです。これも情報が民主化したおかげなんですよ。昔はすっごい高い動画編集の本を見て、でも本だと実際にこうどういう風にして動かしてんのわかんないから、結局学校に習いに行かないと理解力のない人はできなかったりとかしたわけですよね。動画編集のためのパソコンソフトとかも1本10万円とか20万円してパソコンも50万円するとかそういうのもザラでしたけど、今スマホでできますからね。もっと簡単な仕事たくさんあります。ウェブページを1枚作るだけで1万5000円とか2万円みたいな仕事いっぱいあります。そんなのたくさんあります。誰でもできそうな仕事で、どっかの講演会の書き起こしとかね、これ書き起こしも今や Google とかの自動音声をこう認識するソフトウェア使うと大体アラ翻訳それでできちゃうんです。自分でもう一回読んでみておかしいところがないかどうかチェックする、これだけで1万円とか2万円もらえる仕事がザラにあります。例えばもういろんな在宅でできるすげえ簡単な仕事、僕3つ挙げましたけど、もう山のようにあります。しかも今より労働日数3分の1とか4分の1で多分稼げると思います。つまり年収上げようと思ったらいくらでも上げられる可能性があるってことです。それをなんかよくわかんない会社で非正規で派遣とかで搾取されてしか知らないお前が悪いっていう話なんです。